レイさん、アイドル失格、呼んでくださってありがとうございます。どうでしたか？もう、最高。アイドルやからこそ、なんか分かる、しんどい気持ちとか、苦しい気持ちとか、嬉しさとか、全部入ってて、自分に重ねてみたりするところもあったり、あとファンの皆さんは、ヘイタくんの気持ちになって、読むんじゃないかなって思ったり。なんか何がいいかって、なんかこう、言葉選びがすごいんですよ。はい、なんか風景とか、情景とか、そういったものを表現する、なんか、表現の仕方、はい、それがすごいんで、だから、わかぽんが普段、そうなんですよ、どんな頭でどんなことを考えてるかっていうのがすごく気になって、あとやっぱりそうですね。この分はもしかしてこれかっていうところとかあったり、はい、あ、そうなんです、それがそうなんですよ、ね、はい、それはカインちゃん気づかずに私が気づきました、はい、そうなんです、ちょっと NMB を好きな方ならおーって思う部分もあったりするので、キャプテンも気づかなかったんですよ、いろいろ隠してあるので、はい、ぜひその袋も読んでください、ありがとうございます。